はい、こんにちは。ミリタリー大好きなモッキーとミー君がお届けするモッキーのお気楽ライフにようこそ。今回は2023年10月7日に開催されました令和5年度小松基地航空祭を見に行きました。今回はブルーインパルスは飛ばなかったけれど、その代わりエアロバティックパイロットの室谷義秀さんのすごいエアロバティックショーや各飛行隊の機動展示など見どころが満載です。千葉から小松まで行くの大変だったけど、それでも今回はかなり楽しい航空祭だったよね。まず最初に次回以降この航空祭に参加される方向けに混雑状況などのレポートを行っていきます。もし飛行展示など素早く見たい方は目次欄に時間が記載されてますので、それをクリックするとその場面にジャンプしますのでご活用ください。それでは最後までごゆっくりご視聴いただけると嬉しいです。小松基地に到着したのが朝5時。この時点でかなりの人が列を作っていました。この列は時間を追うことに伸びていきます。入場門は3カ所、モッキーは正門組ですが、他に工事門と東門があり、合計3カ所になります。開門は8時の予定でしたが、1時間前倒しして7時に開門になりました。手荷物検査が終わり、いよいよ会場に到着しました。今回手荷物検査で出遅れて、いい場所がかなり取られてしまい、目の前に大きな海上自衛隊の US-2 救難飛行艇と CH-47J 大型輸送ヘリコプターが目の前にドンとあって、撮影の邪魔になったのが残念です。大型機の置き場所は次回はちょっと撮影を考慮してほしいよね。今回の注意点としては、爆音は音を下げていませんので、かなり大きな音がしますので、ご視聴の際は音量にご注意ください。
来た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 。
Yeah.
これからは地上展示をしている航空機を紹介します。最初にご紹介するのは海上自衛隊の US-2 救難飛行艇です。同じく海上自衛隊 P-1 対潜哨戒機。ここからは航空自衛隊の機体になります。最初は C-2 輸送機です。これは岐阜にある飛行開発実験団のF-2 試作2号機です。これは通常の F-2 支援戦闘機でバイパーゼロと呼ばれ、揚撃から攻撃までできる戦闘攻撃機やマルチロール機に分類される機体です。飛行共同軍アグレッサー部隊の F-15 戦闘機です。地上展示の目玉、三沢基地所属の F-35 戦闘機です。この機体は大人気だから常に人だかりで、撮影するのも大変だったけど初めて見られたので感動であります。今回の令和5年度小松基地航空祭はいかがでしたでしょうか。結構頑張って撮影したんだけど、多少フレームアウトして見づらい部分もあったことをお詫びします。前回の静浜基地航空祭よりは多少見やすくなったけど、モッキーの腕もまだまだだね。それではミリタリーイベントも機会がありましたらまた配信しますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。高評価ボタンも押してね。次回も頑張って動画を作成してきますので、みんな見てね。